はい、こんにちは、特選でございます。今回はヒットパグさんのビデオエンハンサーをご紹介いたします。こちらのビデオエンハンサー、どういうアプリケーションかといいますと、古い動画を高画質化したり、ノイズの除去をしたり、ちょっとピンボケになっちゃったなっていう動画をピントを合わせたりとかね、そういう目的で使われるアプリケーションになります。 AI を搭載したことにより、今までのこういうアプリケーションに比べるとはるかに性能は良くなってます。それでは簡単に使い方をやってみましょうかね。それでは動画の高画質化をやってみましょう。昔撮った動画がありますので、どれがいいかな、これでいいかな、こういう動画ですね。これも 2,30 年前に撮った動画なんですが、ベータカムっていうやつで撮った動画をパソコンに落とした AVI のファイルです。4対3のファイルですね。こちらをやってみましょうか。じゃあこのファイルをこちらにドラッグ&ドロップ、そうしますとこういう風に入りますので、今のビデオファイルですね、こちら AVI ファイル 640×480 ピクセル、それを 4K ですね、 3840×2160 600% の高画質化をやってみましょう。こちらですね、ポートレートモデル、ジェネラルデノイズモデル、アニメ専用モデルって3種類あります。デフォルトだとこちらがついてますね、ポートレート専用モデル。こちらの中もプルダウンするとシャープ、柔らかい、高速っていう3つがあります。ジェネラルデノイズモデル、こちらも3種類ありますね、バランス、高画質、高速で、アニメ専用モデルはこれだけです。エクスポートの設定が解像度、今 4K になってますが、普通のハイビジョン1080p、 その下の SD ですね、 720p、 それと 400、200、100%、 あとカスタマイズして画質が選べます。今回は 4K の方にしてみます。ビットレートは標準の自動でいいと思います。フォーマット、これは出力形式ですね。現在 AVI なんですが、 4K になると AVI ってないんで、MP4 か MOV あたりでいいんじゃないかと思います。今回は MP4 を使います。出力先、こちらは今 C ドライブになってますんで、 C ドライブだとね、 OS が入ってるドライブ圧迫してしまいますので、こちらは参照して違うドライブを選びましょう。ここの中に入れることにします。はい、フォルダの選択、じゃあこれでですね、ポートレート専用モデル、こちら人物メインだと思うんですね。なのでジェネラルデノイズモデル、こちらを選びましょう。でパソコンの性能によってもかかる時間って変わると思いますんで、高画質にすると時間かかりそうなんで、今回はデフォルトのバランス、こちらを選択しましょう。でこちらでプレビューがされます。こんな感じでね、あ、これで時間もトリミングできるんですね、ここからここまでみたいな。トリミングの場合はどこまでやろうかなっていうのを選んで、今回1分にしますね。これでハサミマークで、こちらをクリックすると元に戻ります。じゃあ今回1分ぐらいで、ちょうど1分ですね。じゃあ効果のプレビューしてみましょうか。はい、プレビュー考えてますね。この辺の自衛隊って書いてある文字でも全然違いますね。ほら、今プレビューなので少ししかプレビューしてませんが、ほら全く違いますね。これは期待できるんじゃないでしょうかね。じゃあエクスポートしてみましょうか。ほい、そこそこ時間かかりそうですね。まあ 600% にするんで結構時間かかると思います。で現在の使用状況、 CPU よりも GPU の方を使っているような感じします。現在このパソコンの CPU は i9 の 13900 KF ですね、ビデオのないやつ、それを使ってるんですが、 CPU はだいたい 30% 前後、そしてグラフィックボード GPU の方が結構使ってますね。
76% 前後動いてます。なのでレンダリングには GPU の性能に依存すると思って間違いないでしょう。で、私の GPU ちょっとしょぼいね、 RTX の3060使ってるんですが、こちらはね、もっと性能のいい GPU を使った方が良さそうですね。はい、完了しました。じゃあちょっと見てみましょうか。これですね。お、すげえ綺麗になってる。この自衛隊とか書いてある文字、全く別物ですね。すごいくっきりしてます。素晴らしいね。お、昔の動画がここまで綺麗になればもう文句ないですね。お、すげえ綺麗。じゃあ元ファイルちょっと見てみましょうか。ほら、この文字のところがね、全く違いますね。ほら、ぼやっとしてますでしょ。ちょっと画面並べてみましょうか。もうこんな感じで分かりますかね。全然鮮明度が違いますね。まあさすが 4K。 SD から 4K に立ち上げて 600% 画質が良くなったってことなんで、当たり前といえば当たり前なんですが、すごいくっきりしていい画像になってます。うん、素晴らしい。はい、じゃあ一応これは終了しましょう。うん、ほんとすごいですね。ここまで綺麗になると思ってませんでした。で、私普段プレミアとか使ってるんですが、プレミアのオートリサイズでもここまで綺麗になりません。うん、これはすごいと思います。はい、続きましてこちらで AI ポートレート背景除去、こういうのもありますね。動画の背景を消してくれるっていうやつです。で、私実物持ってないんで、こういう素材持ってないんで、ちょっとこれでプレビューしてみましょう。まあこんな感じで動画の背景を消してくれるんですね。あ、綺麗に消えますね。あ、完全にもうこの砂浜とかこういうのも消しちゃうんですね。あと一個のやつはこれか。ちょっとプレビューします。あ、完全に背景抜けますね。素晴らしい。合成素材に使うにはね、これ非常にありがたいんじゃないですかね。ここまで消えると思ってませんでした。素晴らしいですね。あとマジックスカイっていうのがありまして、これは空を変えるって感じですね。とこれもサンプルがありますんで見てみましょうか。これの空を変える、どうやらの、あ、ここでプレビューですね。あ、なるほど。あ、完全に違う空になりますね。プレビュー終了。例えばこういう空にしてみるとか。じゃあプレビュー。あ、こんな感じになるんですね。あ、これも面白いですね。で、こちらは動画の修復、ちらつきの削除、再生できない動画の修正、画像損失の修正、あ、このブロックノイズとか出たやつですね。これは歪みを修正したり、音声の復元なんかもできるんですね。たまにね、動画撮ってて音が切れちゃうやつとかありますよね。それの修正でしょう。動画遅延の解消、こういうのもあります。で、たまたま私が持ってた昔のビデオで、この再生できないやつ、これも相当昔のやつだと思うんですが、これ昔熊本テレビのテレビ熊本か、そこの CM 作ったことあるんですが、相当昔です。これも再生できなくなっちゃってる。こんな感じでね、ちょっとこれの修正ができるかどうかやってみましょう。これ音だけ入ってるかな、ちょっと。じゃあ再生できない動画の修正、ここをクリックするか、ファイルをドラッグ&ドロップしてくださいということで、このファイルを移動します。お、出てくるっぽいな。
を修復できたみたいですね。まあ、こんな感じの CM を作ったことはあるんですが、ああ素晴らしいな。これ一つで画質の変更から動画の修正までできちゃいますね。じゃあこれをエクスポートしていきましょう。あ、ちなみにここ、フォルダの方ですね、あの自分で設定してください。デフォルトの場合は C ドライブになってます。ここをクリックするとフォルダが設定できます。 C ドライブにするとね、 C ドライブが圧迫しちゃいますんで、他のドライブに保存した方がいいと思います。じゃあついでにこいつを画質補正してでかくしてみようか。ほい、じゃあこれは、普通のハイビジョンでいいかな。でこれアニメ調なんで、アニメ専用モデルにしてみましょうか。画質は 1080p。 じゃあプレビュー、あ、だいぶ綺麗になってますね。ちょっとストップしましょうか。この辺の画質が全然違いますよね。すごいくっきりしてる。エクスポートをしてみましょう。はい、完了しました。じゃあ開いてみましょうか。こういうやつ。君たちはこの情報に耐えられるか。夏休み特別企画情報。はい、これは私の声で入れてます。相当昔に撮ったやつですけどね。あ、この動画が復活すると思わなかった。もうちょっとこれは嬉しいな。記念になるんでね。こういう感じで壊れた動画の復旧からね、リサイズまでできちゃいます。今回レビューとしてやってるんですけどね、ちょっと私嬉しいです。これだけでも。実はね、今のモデルの3人は私の子供の小さい頃のやつ。もうこいつら成人しちゃって結婚もしちゃってますけどね。このように古い動画の高画質化とか、普通のハイビジョン動画を 4K 動画にしたりするのはもっと早いんじゃないでしょうかね。先ほどはもう全然小さい 640×480 を 4K にしましたが、普通のハイビジョンのやつを 4K にするとか、そういう使い方は非常にいいと思います。またこういうね、背景抜いたり空を変えたり、この動画修復、これも素晴らしいですね。こういうたくさんの機能がついたアプリケーションとなります。動画やってるとね、結構ファイルが壊れたりとか、そういうのもございますんで、かなり使用頻度が高いアプリケーションなんじゃないかなと思います。今回はヒットパウさんのビデオエンハンサーをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。詳しい内容はね、概要欄にも書いておきますので、ぜひ参照してみてください。こちらは無料のお試し版と購入版があります。こちらをクリックするとね、ダウンローダーが開きますので、ダウンロードしてお試しください。で、価格ですね、現在1ヶ月使用できるものは6600円となってます。通常は9428円、それが今でしたらば6600円で購入できます。1年間のバージョンが15400円、永久ライセンスが49500円。多分緊急に使う場合も多いと思いますので、1ヶ月間のやつですね、まず購入して試してみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。で、こちらはサブスクっぽいですね。1ヶ月前に自動更新となります。もう使わないっていう場合はね、解約すればいいわけですね。現在年末年始セールっていうのをやってまして、この金額となってます。まあ、買うなら安いうちに購入された方がよろしいかと思います。それでは今回はヒットパウサのビデオエンハンサーご紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。